シェンワールドワイドスタジオゲリラゲームズゲリラゲームズはオランダにあるソニー参加のテレビゲーム開発会社。称号はゲリラ。ソニーインタラクティブエンタテインメントの子会社でプレイステーションプラットフォームのゲームソフトウェア開発を行うシェンワールドワイドスタジオの一つであるキルズンシリーズやホライゾンゼロドーンが代表作。四百名ほどのスタッフを要している当社は 元々は2000年1月にマルチメディアのコングロマリットであるロストボーイズ社によってオランダの3つのゲームソフトウェア開発スタジオを合併させる形でオランダのアームステルダムでロストボーイズゲームズ社という社名で設立されたものである。このロストボーイズゲームズ社は当初25名体制であったが拡大して2000年11月には40名体制となった。 翌2001年、当社のマネージングディレクターが、デロンゲから、コンサルティング会社から引き抜かれた、ハーマン・ハルストへと変更になった。2001年に、スウェーデンのアイコン・ミデラブ社と合併し、ロスト・ボーイズ社から独立。この時期には、ゲームボーイカラー向けのソフトなどを開発していた。2003年には、当社の株式の75%を、やはり、ミッシェル・モルが設立した。 メディアリパブリック社が買収する形でその子会社となり、それから間もなく社名が、親会社が変わったことを表すために、ゲディラゲームズへと変更された。そしてすぐに、キルズン開発に着手し、並行的に、シェルシャック、ナム67の開発も行った。リリースされた、キルズンは、世界で100万本以上売り上げ、PS ゲームのグレイテストヒッツ扱いとなり、北米及びヨーロッパで、 プラチナステータスとなった。その成果もあり、2004年3月、当社はソニーインタラクティブエンタテイメントとゲームソフトウェア開発を行う独占契約を締結。つまり将来的にもソニーのゲーム機のためだけに開発を行うという契約を結んだ。キルズンは出荷本数が約200万本という成功に、2005年12月、 当時のソニーコンピュータエンタテインメントのもとで日米王のソフトウェア制作部門を統合していたスワールドワイドスタジオが当社を買収。買収した理由はスワールドワイドスタジオはソフトウェア開発力をさらに強化拡大する必要があったためであり当社が開発した PS2 版キルズンが見事に成功しさらに次回作の PS3 版 ヒルズンの質の高い映像が世界で高い評価を受け、優れた作品に対して授与されるゲームクリティックスアワーズのグラフィックス部門特別賞も受賞したことなども踏まえて当社の買収を決定した。これにより当社は SWWS の重要な役割を担う制作スタジオとなった。まずは、 キルズンシリーズの開発業務及びリリースを継続し、2006年に PSP 版、2009年2月には PS3 版のキルズン2、2011年2月には PS3 版のキルズン3をリリース。2010年12月28日、同社がキルズンとは異なる新作 FPS を開発していることが明らかとなった。 同スタジオの開発者求人要項によると、AAA 級の FPS タイトルのために、リード FX アーティストや、コンセプトアーティスト等を募集しており、ダンブルドア、現代のダイダロス、モンスター、ヒーローといった単語が、文中に用いられていた。2012年3月8日、ゲームデベロッパーズコンファレンス内の公演にて新作を、含む3作品を同時に開発していることを明らかに、 した。一作は、キルズミ以外の新作タイトルで、新規タイトルである、とされた。2012年、ス・ケンブリッジ・スタジオが、ゲリラ・ゲームズに統合されることが発表された。ス・ケンブリッジ・スタジオは、スタジオ名を、ゲリラ・ケンブリッジに改称し、ゲリラ・ゲームズの姉妹スタジオとなった。同年8月15日、ドイツで開催された、ゲームズ・コムニテ、 プレイステーションビータ専用ソフトウェア、キルズン、マーセナリーが正式発表された。開発は、ゲディラ・ケンブリッジ。2013年2月20日、ニューヨークで開催された、プレイステーションミーティング2013にてプレイステーション、4用ソフトウェア、キルズン、シャドウフォールが発表され、実機ゲームプレイ映像が公開された。物語の時系列としては、前作、 キルズンさんから30年後の世界が舞台。2015年のカンファレンスにおいて、当社は、ホライゾンゼロドーンというゲーム、ポストアポカリプティックなオープンワールド式のアクション RPG で、機械に蹂躙された世界に住むアーロイという若い、女性ハンターの主人公が、自分の過去を明らかにするために世界を旅しようとする、ストーリーのゲームを開発中であることを明かした。2017年3月、 PS4 向けにホライゾンゼロドーンをリリース。多くの評価サイトなどで高い評価を獲得した。2017年11月には拡張コンテンツ、凍てついた大地をリリース。2018年2月までに販売本数760万本を突破。さらにその後には1000万本を突破する大ヒット作となり、数多い PS4 ゲームの中でもトップクラスのゲームとなった。 2018年6月付けで当社はアムステルダムオフィスで新たに250人を雇用。2019年にニーウェイ,イズ・ボロバーグアルにできた新社屋へと引っ越しを行い、400名体制へと拡大。その後、ホライゾンゼロドーンの PC 版の開発を行い、2020年8月にリリース。またそれと並行して、 ホライゾンゼロドーンの PS のコンソール向けの続編の企画、デザインなどを行う。2021年2月現在では続編のホライゾンフォービルウエストの開発に車を挙げて集中している。ありがとうございます。